フランシス・クララ・クリーブランド・プレストン1864年7月21日1947年10月29日は1886年から1889年までまた1893年から1897年までグロバー・クリーブランド大統領の妻としてアメリカ合衆国のファーストレディを務めた彼女は21歳でファーストレディになり 現職大統領の妻として、現在も最年少である。フランク・クララ・フォルサムと最初に名付けられた彼女は、ニューヨーク州バッファローで、エマト・オスカー・フォルサムのもとに生まれ、乳児家を生き延びた、唯一の子供だった。フランシス・クリーブランドの祖先は、全員イギリス出身であり、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州に定住して、最終的に、ニューヨーク州西部に移住した。 彼女は最小時に敬意を表してフランクと名付けられたが、後に女性名のフランシスが採用された。オスカー・フォルサムの長年の親友グロバー・クリーブランドが27歳の時に未来の妻となる乳児期の彼女に出会った。彼は彼女を気に入り、ベビーカーをかんやったえ、成長するにつれ溺愛するようになった。 彼女の父親が1875年7月23日に馬車の事故で亡くなり、遺言書がないままに裁判所はクリーブランドを財産管理者に任命した。彼女はニューヨーク州バッファローのセントラルハイスクールとニューヨーク州メディナのメディナハイスクールに通い、その後ニューヨーク州カユガ軍オーロラのウェールス大学に通った。クリーブランドは1885年春に 彼女が母親と共にワシントン DC を訪れた際に彼女にプロポーズした。二人は1886年6月2日にホワイトハウスのブルールームで結婚した。クリーブランドが49歳、フランシスが21歳だった。フランシス・クリーブランド EN、アンデルス・ゾーン・クリーブランド夫妻には5人の子供がいた。また、イギリスの哲学者、フィリッパ・フットは孫娘である。 1908年に夫が亡くなった後にフランシス・クリーブランドはニュージャージー州プリンストンに居住した。1913年2月10日、48歳で彼女はアルママータのウェルス大学の考古学教授である EN トーマス・ J ・プレストン・ジュニアと結婚した。 再婚した最初の大統領未亡人だった。1914年8月に第一次世界大戦が勃発した頃に、二人の娘、マリオン、エスターと息子フランシスと共にスイスのサンモリッツで休暇を過ごしていた。彼女たちは1914年10月1日にイタリアのジェノバ経由でアメリカ合衆国に帰国した。その後すぐに主戦派の EN、 ナショナルセキュリティリーグのメンバーになり、1918年11月に EN、スピーカーズビューローとコミッティオンペトリオティズム、スルーエデュケーションの責任者に就任した。彼女は人口の大部分が同化しておらず、ある意味で国が適切に協力することを妨げていると主張して、ナショナルセキュリティリーグ内部で論争を巻き起こした。学校の生徒に戦争に賛成するように心理的に、 吹き込もうとしていると思われて、組織の構成員が激怒したために、彼女は1919 19年12月8日に辞任した。また、彼女は女性参政権に反対する運動を起こし、未だに女性は投票するための知性がないと主張した。1913年5月、ザニュージャーチ r アソシエーション i をポーズドツーウーマンズ。 サフラジの副会長に選ばれ、ザ・プリンストンチャプターの会長を務めた。彼女は、1930年代の世界恐慌中に EN、ニードルワークキルド・オブ・アメリカを率いて、貧しい人々向けに古着を寄付した。クリーブランドは、ボルチモアにある息子のリチャードの家で、彼の50歳の誕生日を祝う中で、1947年10月29日に83歳で、 眠るように亡くなった。彼女はプリンストン墓地で最初の夫クリーブランド大統領の隣に埋葬された。フランシス・クリーブランドに敬意を表してウェルス大学のキャンパスにクリーブランドホールが1911年に建設された。もともとは図書館だったが現在は外国語、女性学の講義、フードバンクが行われている。ありがとうございます。